原田柿一郎杯とは、例年8月上旬から中旬にかけて、埼玉県熊谷市の目沼滑空場で行われる、学生による、グライダー競技の大会である。略称は、原杯、通称は、原田杯とも、英文名称は原田柿一郎カップ。主催は参加する六校が持ち回りで担当し、日本滑空協会、日本学生航空連盟。 埼玉県熊谷市の公園で行われる。大会最高形態は、競技飛行と訓練飛行を並行して行う他に類を見ないスタイルをとっている。長年にわたり学生グライダー界に尽力した、教官、原田角一郎の名を冠している。初開催は、原田と特に縁の強かった日本大学、関東学院大学、東海大学、 千葉工業大学の4校の提案によるもので、1997年の夏に行われた。競技飛行と訓練飛行の調和が図られており、関東大会や全国大会のように限られた選手のみでない、全員参加型の大会という特徴がある。日本における学生グライダーの世界を開拓した。日本学生航空連盟の教官として、目沼訓練所長。 教育訓練部長を歴任し、グライダーと共に歩いた60年もの月日を学生グライダー会の開発、発展に捧げた。原田杯第5回大会の直前に逝去している。ありがとうございます。